どうも、母ちゃんです。ということで今日は苗がやられてしまう原因と対策方法について説明していきたいと思います。はい、ということでこちら苗の動画にはなっているんですけど、少しねもうね太陽っていうのが暑すぎてしまって、このスマホもねオーバーヒートしますし、僕自身も暑さにねやられてしまうということで、またナス畑の中でこの動画を撮っています。で今日も最高気温が35度ぐらいに、ね、なっていてとても暑いです。で今日陰で撮影してるんですけどね、とてもね涼しいです。先ほどまで太陽の、ね、下で動く作業っていうのをしていたので、もうねこの服っていうのがもうびちょびちょでね、今すぐね着替えたいぐらいなんですけど、まあね撮影してるのでこの撮影が終わったらね着替えたいと思います。なので9月の中旬にね差し掛かってはいるんですけど、こんな感じで暑さがね全然収まらないです。でこの暑さによって野菜っていうのもやられてしまいますし、人もね体調不良とか起こしやすくなってるので、こまめに水分補給とあとね着替えなどをして体をねあまり冷やさないっていうことも大切になってくるので、そちらのね作業も皆さん意識してみてください。でもどのぐらいね暑いのかと言いますと、もうこれですね、これ今見えてるでしょうか。こんな感じでもうね僕の手の腕のところにはもう玉汗みたいな感じで、めちゃめちゃ汗がねこの日陰にねある状態なのにずっとねこんな感じであります。なのでこんぐらい暑くなっているので、まあね野菜もね気をつけなければいけないことが起こると思うので、そちらね本編で詳しく説明するので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。ということで苗がやられる原因と対策方法について詳しく説明するので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。現在の苗の様子です。はい、こちら現在の苗の様子です。でこんな感じで水をねしっかりとあげて土をね湿らせてはいるんですけど、こちら手前ね見ていただけるとわかると思うんですけど、これ枯れてしまっています。なのでこんな感じで枯れてしまう株っていうのが今年ね結構出てきていますので、まあ、皆さんもね注意しながら栽培っていうのを進めてください。でこれから説明するんですけど、ここにねバッタの死骸があります。でこういうバッタももう暑すぎてしまって多分生きていられないんでしょうね。ということでこういうバッタも暑さによってやられるぐらい今ね地球の温度っていうのがとても高くなっているので、まあ、その分野菜の苗もねしっかりと水をあげることによって元気にね青々しくは育ってくれるようになるので、皆さんも絶対に水やり作業っていうのは忘れないようにしてください。で僕の家のねこんな感じで株は元気に育っているんですけど、植えてから少し時間が経ち始めているので、まあ、しっかりと上にねピーンって立って葉っぱもねすごいねいい感じに上にね伸びてくれて成長しているんですけど、逆に植えたての株っていうのを見てみましょう。はい、こちら植えたての株なんですけど、まあね水をあげたことで先ほどよりしおれっていうのはなくなってはきているんですけど、こんな感じでまだね先ほどのものに比べたら元気っていうのがねあんまないように感じます。なのでこんな感じで活着のし具合によって苗が元気になっているのか元気になっていないのかっていうのも分かるので、まあ、こんな感じでどのようにしてね活着しているのかも見るようにしてください。苗がやられる原因について2つ説明していきます。1つ目が水不足、2つ目が害虫です。それぞれ詳しく説明していきます。1つ目の水不足からです。この水不足なんですけど、オープニングでも言った通りで35度以上の猛暑日が連日ね続いている状況です。この猛暑日がずっと続くことによって雨も降らなくなってくるので、土の中にある水分っていうのが干上がってしまって、本来苗をね植えてそこから水分があることで根をね活着して成長していって葉っぱが展開していくようになるんですけど、この最初の水分っていうのが足りなくなってきてしまうと、野菜の苗の根っこからうまくね水分が吸えずにこのね苗が枯れてしまうことになります。なのでこの時期水やりがとても重要になってきます。で基本的にできる方であれば朝昼晩のこの3回ですね、3回はやってあげるようにしましょう。できない方に関しても朝のうちにやるか、またはね朝もどうしてもできないよっていう方はもう夜にたっぷりあげて、なるべく乾燥っていうのをさせないようにしてください。でこの連日の猛暑日続きでこの農家もね大ダメージを負っていて、まあね水はやっているんですけど、それでもやっぱり暑さによって追いつかないっていうことになって結構ね枯らしてしまうっていうことが多くなってきます。まあ、僕の家でも水やりをね定期的にはしているんですけど、それでもやっぱり枯れてしまう株っていうのもあります。なのでそのような株に関してはもう植え替えをねする必要があります。なのでこんな感じで野菜の苗が暑さによってやられないように水やりをねできる方は3回するようにしてください。でできない方に関しても1日に1回朝方ねしっかりと多めの水っていうのを撒いてあげることによって、しっかりと土の中に水分
水分っていうのが保たれることによって、そこから水をね吸収して枯れずに済むっていうことにつながりますので、苗を植えてから1週間から10日ほどはねずっと水やりっていうのを欠かさずやることによって、しっかりと活着するまでは定期的にね水やりっていうのを忘れないようにしましょう。で、活着していたとしても暑さっていうのがずっと続くことによって苗がやられてしまうこともあるので、まあそのような場合に関してはこうね天気の様子を見ながら苗にあげる水の頻度っていうのも考えてあげてください。2つ目の害虫です。で、この害虫なんですけど、今の時期ね結構現れるものとなります。特にネキリムシとかの芋虫系の害虫が増えます。この野菜の苗が美味しくて柔らかいっていうことで、この害虫がそれをね好んで食べに来ます。なのでこの土の中にそもそもネキリムシとかっていう虫を来させないようにするための農薬っていうのもあるので、そちらを混ぜて対策するとか、あとはもう植えてからすぐにね葉っぱに消毒をかけてあげることによって、そのガの卵とかを産みつけられなくなって害虫にやられることなく元気に育つようになります。なので皆さん何も対策していないと、この害虫今年本当とても多いです。夏野菜育った方でもウリハムシだったり、今年はねカメムシも大量発生してました。なので夏野菜でもこのね2種類の害虫っていうのがとてもねたくさん出た年ですので、まあこの9月にはなっているんですけど、その虫っていうのがこれからはこのね幼虫系芋虫系の害虫に変わっていくので、そういう害虫にやられないようにするためにもしっかりと害虫対策も忘れずしてください。対策方法についてです。で、この対策方法なんですけど、まずね枯れてしまった場合に関してはもうね打つ手っていうのがないので、もう一旦その株っていうのは諦めて新しい株をね植え直すようにしてください。なので、まあ、皆さんは20株ぐらいを育ててるとします。なので20本の苗を買っとくんじゃなくて、30本の苗を自分の手の中に入れるようにしましょう。で、これをすることによってどこか 2,3 箇所ね枯れてしまってもまだ余ってるストックの苗が10本あるっていうことで、その中からいい苗っていうのを選んであげて植えてあげます。なのでこのようにすることによって、こうね間抜けって言って間だけ生えてないよっていうことが起こらないようになりますので、まあ、そのような形で苗をねまず一つストックしておくことを忘れないようにしましょう。で、この枯らしてしまった場合に関しては水やりがね足りてなかったっていう証拠だと思いますので、その植え替えた苗は枯らさないようにしっかりと水やりの回数だったり1回にあげる量を増やすことによって今後ね枯れなく育ってくれると思うので、そのようにして対処してみてください。で、あとね害虫にやられてしまった場合なんですけど、こちらはもう消毒するっていうのが一番のね手だと思います。で、または捕殺するって言って、まあ、芋虫系の虫で大量発生してないんであれば手で取って潰してあげるっていうのが一番だと思います。で、またさらに触れたくない人に関しては割り箸なんかでつまんで駆除するっていうやり方もあるので、そのようにして対策してみてください。この害虫に関してはどのようにして野菜の苗がやられてしまったのかっていうのも見るようにしましょう。で、まずこれ一つ目っていうのが苗をね植えたと思います。で、地際でこうやって苗が倒れてる場合に関してはネキリムシのね仕業になっています。なのでそういう場合に関しては土の中の地面をこうやってね掘ってあげることによってネキリムシとかがね出てくるので、その虫出てきたら駆除するようにしてください。で、また葉っぱがね食べられてる場合もあります。で、この葉っぱが食べられてるっていう時は、まあ、モンシロチョウのね幼虫だったりって言って、まあそういう系のね虫が葉っぱのどこかしらにね絶対つくようになりますので、そのような場合に関しては葉の裏とかどこか隣の株とかその隣の株などいろいろな場所を探して、この芋虫系の害虫がいないかなっていうのもしっかりと見ていてください。で、またはねバッタなどもね来ます。なのでこういうバッタなんかも捕まえて駆除しておくことによって、この葉っぱがね食べられなくなるっていうことになりますので、まあ、そのような形でいろいろなね害虫にやられるって言っても症状っていうのが出てきますので、どのような症状に当てはまっているのかもしっかりと見ることによって大体のね害虫を予想して、その害虫に合った対策方法っていうのを取るようにしましょう。で、また防虫ネットなどもつけるのはとてもいいんですけど、つけていたとしても土の中にね潜んでる場合がありますので、防虫ネットをつけたから見なくて大丈夫ではなくて、さらにその、ね、中をしっかりと見てやられていないかっていうのも観察するようにしてください。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。